県が進める仙台医療圏の4病院の再編構想で名取市の県立精神医療センターを富谷市へ移す計画について村井知事は名取に新たに精神医療を担う民間病院を誘致する考えを示しました県は老朽化した精神医療センターを東北労災病院と合築し富谷市へ移す考えですが 入院などのできる精神医療の拠点が名取からなくなることに根強い反発があります。知事は昨夜の審議会で名取に外来と入院機能を備えた精神科の新たな病院を誘致する考えを示しました。県内に精神科病院を持つ法人を対象に公募する方針で県の土地を無償で貸し。最大百二十床の病院を開設したいとしています。 審議会では、委員から実現性を疑問視する声が相次ぎましたが、知事は、審議会が賛成しないと公募できないわけではないと話し、数日中に新病院の募集要項をまとめる考えです。